アルトゥンハ・プラザブを囲む、神殿群、アルトゥンハは、ベリーズのベリーズ群にある、古典紀マヤの遺跡。ベリーズシティの北50キロメートルに位置する。カナダの王立オンタリオ博物館の考古学者、ペンダーガストによって1964年から1970年に、かけて調査された。調査後、トゥンフ8から1の出土遺物について、 テオティワカンの三日を取り木の遺物との類似性を指摘され、メソアメリカにおける古典期のテオティワカンの勢力の拡大と当時の交易路について問題を投げかけたことでも知られる。ただし、1977年に時期が下るのではという指摘がなされ、1990年に交換された発掘報告書では3世紀中央から後半に修正された。 275の建造物が確認されているとされるが、中でも5つのピラミッドが大きく、そのうち、太陽神の神殿では1968年に、非水星の太陽神の頭部像が確認された。7世紀に前世を迎え、海上交易で繁栄したと考えられている。プレイセズ2シーアルチュンハー。b e l i ゼ e d i s リ r i、C、t dot com。 2021年5月29日閲覧。ありがとうございます。